セウォル号沈没事故は、2014年4月16日に、大韓民国の大型旅客船、セウォルが、全羅南道沈島群の寒梅島沖海上で、転覆、沈没した事故である。セウォルの航路。新川港より出港し、寒梅島沖で転覆し沈没した。2014年4月16日午前8時58分、頃、韓国。 インチョン市の新川港から、チェジュ島へ向かっていた、深海沈海運所属の大型旅客船、セオールが、全羅南道沈島群の完売島沖海上で、転覆、沈没した。セオールには修学旅行中の軽機道安山市の断縁、高等学校2年生、生徒325人と引率の教員14人の、他、一般客108人、乗務員29人の、 計476人が乗船しており、車両150台余りが積載されていた。大韓民国国立海洋調査員によると、現場周辺は、水深27メートルから50メートルで目立った。暗礁はなく、16日午前の時点で、視界は、両好、波高約1メートルと高校の安全に影響するような自然条件はなかった。この事故は、乗員、 乗客の死者299人、行方不明者5人、捜索作業員の死者8人を出し、韓国で発生した海難事故としては1993年10月に、全羅北道オブアンハリネズミ島とヘ山津マズラカクの間の沖合で292人の死者を出した、再開フェリー沈没事故を上回る、第三次となった。前の運航会社が同じマルエフェリーであること、建造した。 日本の造船所が同じであること、事故形態が似ていることから、2009年11月に、日本の三重県で発生した、有明座礁を転事故と比較された。韓国では2013年まで10代の死因第1位は、自殺だったが、この事故により多数の高校生が死亡したため2014年の10代の死因第1位は、運輸事故となった。2014年5月時点で、 主な事故原因は以下が指摘されていた。2014年10月6日、最高検察庁は、セオレゴ3時に対する最終捜査結果を発表した。深海沈海運が船を無理に、増改築し、過剰積載状態で出港した後、船員の運航の過失で沈没した。救助に行った、旧浦海洋警察署の問題ある、対処 救護会社選定過程での不法行為で死亡者が増えたとしている。一方、2017年に発足したセウォール号船体調査委員会の最終報告書では、機械の欠陥などの理由でセウォール号が沈没したという内因説と衝突など外力による沈没の可能性を追加で調査しなければならないという内容の外力説の2種類の原因が併記され、結論は出なかった。 セウォル号の沈没の最大要因は、化石祭とバラスト水の操作と考えられる。多数の行方不明者、死者を出した原因として、乗員側の重大な過失や、不適切な避難誘導が指摘されている。フェリー並みの上右辺サイドランプは韓国への売却後に撤去された。乗組員以外の原因として、船舶の改造が挙げられている。該当船のセウォルは1994年に、 日本で建造され、当初、鹿児島県の丸江フェリーが、鹿児島沖縄航路で、フェリー並みの上として運航していたもの。長崎県の林県選挙において1994年6月に、竣工し、翌7月の定期点検時に、建造時の5997総トンから6586総トンに改造。丸江フェリー時代は5階建てで、船底に最も近い1階部分に、 貨物甲板、2階に、乗用車、約200台分の車両甲板、3階に、レストランや案内所、売店などがあり、客室は3階より上にあった。2012年10月1日に、マルエフェリーを引退した後、すでに就航していた、小浜名の増備用として、東京の商社を通じて、韓国の深海沈海運に、ほぼ鉄くず同然として、約8億円で売却された。その際、 最上階部分船体広報に客室を増設したり、先週原側の貨物用、ランプウェイを取り外すなどの改造が施され、重心が日本時代より高くなり、定員数は804人から921人に、総トン数は6825トンにそれぞれ増加、車両180台、20フィートコンテナ152個を積載可能な船舶として、深海沈海運は、 韓国最大のクルーズ船と幅広く宣伝、2013年3月15日より、セオルとして、ニ川チェジュ間、週に往復の定期運航を開始、定員を活かして、団体旅行にも利用されていた。この改造は、韓国船級協会の規定に合致しており、違法では、ないが、船体下部に位置した、ランプウェイの取り外しや、船体上後部への客室の増設などの改造は、 重心位置が高く後部に移動し、バランスを取るのが難しくなったために転覆した可能性が複数の有識者により指摘されている。しかし、反対の意見もあり、捜査当局はあらゆる可能性も含め捜査するとした。4月22日に韓国選挙協会が客室の増改築の結果、重心が51センチ上がって復元力が、 大幅に低下したが、積載できる重量の倍以上の貨物を乗せていたという、セウォールの復元性検査の結果を公開した。なお、改造を行った全羅南道の会社は、2010年から船舶改装に参入した小規模企業であり、関係者によれば、大型旅客船の改装を行った実績がないと見られるといい、また、韓国船級協会も、 傾斜度検査などの改造後の十分な検証が行われなかったと指摘されている。また、リアキヒロ政権の2009年に企業コストを削減するために旅客船の洗礼制限を20年から30年に延長するなど船舶に関する規制緩和が成立しており、これが今回の事故に影響したのではないかと野党新政自民主連合の議員が主張している。 5月26日、沈没の原因の捜査を行っている合同捜査、本部は基礎上の中で、セウォール号は2012年に輸入された後、夕日の予備コの指示で、客室や貨物室の拡張、輸用技者の展示室の増設などの工事が行われた、などと述べた。これらの船体の増改築工事により、セウォール号は重心が除去。しかし、 深海沈海運は139回の過剰積載を続け約29億ウォンもの不当な利益を得ていた。これらの沈没原因となった復元性や化積載の問題についても夕日の予備校は報告を受けていた。6月9日、セウォール号の船会社である深海沈海運がセウォール号の安全基準よりも多く車両を乗せるため、 車の固いましめ装置785個を無断で取り付け、車両196台分多く乗せられるように改造していたことが報じられる。昨年2月の韓国選挙による安全検査を受けた後、設置した。5月11日、最高検察庁デジタル捜査センターは、海洋警察の警備艇が到着した時刻は、4月16日の午前9時30分、頃、 この時すでにセウォル号は、左舷側に45度ほど傾いていたとされている。救援の到着を知った船内の生徒たちは、海洋警察の到着や、待機を求めるアナウンスが流れていることなどを、メッセージで船外に送っていた。それから15分後の9時45分頃、セウォル号は62度ほどに傾いた。午前10時頃、 船が60度傾いて沈没している。上から落ちてきたキャビネットに、隣のクラスの子たちが下敷きになった。私は膝に、あざができた。などの危機的状況を訴える学生たちのメッセージが送信されていた。さらに10時15分頃、待てだって、待てという放送の後に、他の案内放送は流れていない、といった内容のメッセージが送られ続け、そして2分後の10時17分、 母さん、父さんが痛いよ。船がまた傾いた、などといった最後のメッセージが送られた。この時、セオール号の傾きは108.1度であった。4月20日、セオール号と沈島管制センターとの更新内容が公開される。午前9時25分、管制側は、船長が直接判断して、乗客を脱出させるようにと指示を出した。しかし、セオル号側は、救助できる。 他の船舶等がいつ来るのかを尋ね続け、更新が途絶えた9時37分まで乗客が脱出しているという内容は含まれていなかった。その間、管制センター側は11回程度の更新を続け、セウォール号が沈没中だから可能な救命胴衣と救命ボートを海に投下するようにと指示していた。事故対策本部から公開された、セウォル号と沈騰交通管制センターとの大まかな 更新内容は以下の通り。ただし、以上の更新記録は海洋警察側が更新内容を編集、または一部を削除したという疑いが持たれている。韓国の最高検察庁が2014年10月16日にまとめた最終報告によれば、計399人を立件し、うち154人を拘束した。 韓国政府は事故後に事故対策本部を設置した。事故発生から約4時間半後、4月16日の昼には安全行政部や対策本部は368人が救助され、約100人が安否不明。修学旅行中だった学校の関係者や経営機動、教育長は生徒、教師338人が全員救助されたと発表したが、その3時間後には、 海洋警察が約300人の安否が依然不明とするなど各所で人数に関する情報の錯綜が見られた。旅客船の航路や救助活動の説明でも訂正が相次いでおり乗客の家族や関係者は不信感を募らせた。人数の混乱について海洋警察や民間船舶などの救助者の集計が重複したためと説明したが大統領の僕くねは なんで200人も差が出るのかと知ったした。事故から13時間が経過しても、安全行政部と海洋水産部、海洋警察など関連部署は旅客船乗船者の名簿さえ確定できなかった。海洋警察は救出にとって重要な海上クレーンの使用量負担をめぐって、船舶会社と対立し、出動が遅れるという不手際が発生した。 また、海洋警察は4月16日時点で、船内に酸素を注入していると乗客の家族に説明していたが、実際にはその時点では、設備自体用意できておらず、設備が届いたのは、翌17日夕方であり、説明が虚偽であったことについて、乗客の家族から激しい抗議を受けた。また、救助体制についても虚偽が指摘されており、発生から間もない頃の説明では、 救助作業員五百五十五人、ヘリ百二十一機、船六十九隻とされていたが、四月十七日に乗客の家族が現場を訪れた際には、作業員二百人以下、ヘリ二機、軍艦、警備艇、各二隻、ボート六隻に止まった。現場外域は海水が濁っており、視界は二0から三十センチメートルとほぼゼロの状態であり、さらに流れが急で漂流物も,も多く、 捜索は難航している。1日に2回の引き潮と道潮の境目の時間を中心に潜水士たちが水中からの接近を試みていたが、17日には船内に入ることはできなかった。事故から2日後の18日午後、船内に入ることに成功し、船内の捜索が始まった。なお、韓国政府は18日午前、潜水士が初めて船内に入ったと説明したが、 実際にはこの時点では成功してはおらず、ここでも捜査当局の情報の混乱が見られた。事故発生当日から現場では24時間体制で捜索、救出作業が続いていて、夜間は照明弾を打ち光源を確保していたが、19日からは遺族などからの意見が採用され、修業等を装備した漁船を動員して、さらなる光源も確保し、作業を続けた。しかし26日には、 この照明弾が東巨津島の山林に強風で流され着弾発火し山林火災が発生。旅客船沈没に際して燃料などの因果性物質が多い現場でサーチライトなどの投稿機ではなく照明弾のような因果性の照明器具を使うのはどうかとの意見もある。しかし新たな生存者の確認はできないまま19日昼には 海難事故での生存率が大きく低下する。目安の72時間が経過した。ある海洋警察当局者は、フランス通信社の記者に、正直な話、生存者発見の可能性はゼロに近いと思うと漏らしている。自長6,825トン。これに船に積載された貨物、自動車と流れ込んだ水の重さまで合わせれば1万トンを超えると、 想像される韓国最大の旅客船の救助作業は20日になって船体への二人取り付けや大型の海上クレーン船による釣り上げを計画しているが総重量が1万トン以上だとクレーン船による作業は困難が予想され遺族との船体移動に関する同意などにも時間もかかり海中で船体位置を安定させたとしても引き上げにはさらに困難な作業も予想されることから フローティングドックを投入することが報道されている。捜索救助活動に当たっていた民間ダイバーが5月6日に1名、5月30日に1名、死亡した。キム、元町長は、ボッククネ大統領が行方不明者の家族に会った際、潜水士が500人と話したが、実際の調査や救助に投入された人員は8人だった。 初期対応を、はじめ様々な失態が指摘されている。臨時証拠書。数多くの家の前に泊まることなく、弔問客が続いた。団円高等学校の近くに設けられた、追悼所行方不明者の家族らは、人等にある体育館で寝泊まりし、捜索の進展を待ち続けている。韓国海軍の要請で、捜索救助を行うアメリカ海軍の SH-64 ホーク。 2014年4月17日撮影。ボノムリシャール館内にて、現場海域救助活動のゴムボート準備を行う、アメリカ海兵隊。2014年4月16日撮影。その他、オランダやシンガポール、国際連合、国際移住機関など、33の国や国際機関が、哀悼の意を表明し、必要な支援を申し出た。ありがとうございます。